おお、さすが東藤原、さすが藤原、雪まみれじゃねえかい。寒。ちょっとやってきましたよ、東藤原駅。ここはね、この奥に貨物のね基地があるんで、実はちょっと見事ありますよね。この先は西の寺ですね。うわ、寒い寒い寒い。わあ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 。へえ。普通に生き残っても寒い。ちなみにね、折り返しね、30分ぐらい時間がありますよね。30分か。やばいね。いや、東藤原は、多分何もないぞ。駅舎でも綺麗ね。こんな綺麗な駅舎やったんや。東藤原ね。雪かき道具が。それと行ける。ここも、見てる通り、やっていた。無料駐車場はね、ありますんで、パーク&ライドはね、しよう放題ですよ。こんなところに、あ、小野田セメントじゃん。何も見えてねえ。かろうじて見える、小野田セメントのマークホーラー。うわぁ、すごいね、セメント用の昔のやつですね。あれ、もう来る？え、もう来る？嘘？うん。あれ？あ、で、ここが太平洋セメント。昔の小野田セメントですね。え？いやいやいや、30分。折り返しまで30分あるってなっとったから。え？あ、カモスか。へぇ。あ、いいもん見れそう。え？どっちから来んの？え？え？どういうこと？え？何これ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 ？え？お？おお！あ、すごい。おお、充電で引っ張ってきている。すげえ。おお。これ今のセメントのやつですね。ちょっと形違いますよね。うわあ。すごいね。雪にも負けず。何してね、これね。運んでますけど。これが原動力ですからね。三岐鉄道、三岐線の。そう。何を隠そう。この貨物輸送がバリバリ黒字だから、これだけ。友人化がね、できるという、側面が、あるんだことか。ただこれはもしかしてあれか。貨物やってる間は、すごーい。あ、ちゃんと歩道用のスペースもある。でこっちはでももうそんなに民家もなくですよね。この辺りにちょっと民家がありますけど、まあ、あとは工場があってですし、もう暗いから何も見えねえや。あ、そうなんだ、全部手動で切り替えて、すげえ。
だから今さらにこれハンドノッチ健在なんだ、すげえ。それでね、あのどっち向きになってるよって分かるようになってるね。今通ってきとったのが貨物専用ですわね。あの奥ですもんね、あのやつは旅客用のやつは。すごーい、すごーい。ちなみに東口内のバスあります。これ土日食は確か来ないやつなんでね、こっちバスで、ダメですよ。ちなみにまあこの先はね、もう見てる通りね、何もないし、もう雪だしね。やっぱ藤原すげえな。オリオン座もあるし、すごいですね。しゃびしゃび。あ、意外と明るくなった。